まあ、過去も残したいし未来にもつなげたい、そのために今の現代が一番大事じゃないかと思います。10年持ってよかったです。10年持ってよかった。よかったです。まあ、こういうふうにお披露目もできてまたよかったです。ありがたいです。まあ、うちの会社がやってた10年をこうギュッと詰めた感じです。まあ、だいたいこれで概要は分かっていただけるとそういうふうにはなってる。そうですね。情報量は詰まってますので、作品そのものではなくて、作品を作るまでの過程の面白さとか、そういうものをこう楽しんでもらえればと思っています。あれはもともとモジュラの、本体は CG で作ろうという前提だったんですけど、最初から CG で作るよりは、最初に、まあ、絵にしてそれを立体物にして、その立体物をまあ、スキャン、3D とかのフォトスキャンをやるんですけど、まあ、それで、やはり何にもないところからではなく、ちゃんと立体として存在するものを CG にしたかったんです。原画とかじゃなくて、まず、模型、模型が。原画が、まあ、イメージの絵が先にありますけど、それを、竹谷さんという方が立体に落とし込んで、それを今度は、白組の方が、CG のデータに落とし込んで、それが画面に反映されていく。やっぱり最初は立体が欲しいんですよ。ひな型っていうのがこの指針としてあるんです。だからこういう感じにしてほしい。CG も何もないところからよりはこれっていう正解が一つあるんですよ。それはすごく良かったと思います。やはり物がないとダメだと思う。頭の中だけではなく、ちゃんとここに存在する実在するものがあったからこそ、ゴジラは CG で大丈夫だったんだろうなと思います。まあ、思いつきはふとしたことなんですけど、まあ、携帯が変化した方が、まあ、ビジュアルとしてもあと映画としても面白くないだろうし、あと、まあ、東宝さんは最初それ嫌がってたんですけど、やっぱりゴジラというのはこういうものだっていうイメージがあって、それを崩すのはちょっとっていうことがあったんですが、そこはいや、バンダイさんが3つ出せて嬉しいですよ。なるほど。ね、そういう、まあ、絡み手でいろいろ、まあ、弊社のこの、まあ、歴史といっても10年しかないんですけど、それをこう展示しようと思ったら、やっぱりエヴァンゲリオンという作品がメインになる。なので、やっぱりコピーとしてはエヴァになっちゃいますね。で、今はスタジオから。まあ、スタジオカラーという現代が積み重ね、まあ、過去にあってエヴァを作っていて、でこれからのエヴァというのもスタジオカラーが作っていくので、まあ、現代というのがスタジオカラーに、まあ、ほとんど絵なんですよ。絵で描かれているもの、まあ、もちろん CG で作っているものもありますけど、やはり CG はあまり展示には向かないので、ここは絵になります。まあ、絵の素晴らしさというのはちょっと見ていただければ、この絵が画面を構成している、そのなんかこの元になるものです。その原点みたいなものに触れていただければと思います。それとも変化はやっぱり絵は変わってます。同じ描き手でも絵は変わってしまうので。2007年から変わってる、変わってる、上下9と絵はやっぱちょっとずつ変わってます。あとディティールも絵の雰囲気も
まあ、作品その後の変わってきてる。どんな変化が？いや、それはもうあのここでは15日分からないですまあ、アニメーションの動きの元なので、やっぱり動きのこの動きそのものです。あとはレイアウトといって、あの絵を構成している画面そのもの。あとはあの、まあ、シルエットですね。シルエット、シルエット。その画面の中を構成するシルエットの見え方と、あとはあの顔の位置ですね。そういうのは、まあ、見ながら。顔の位置って大事なんですよ。と言いますと、お客さんってまず顔を見るので、うん、3秒の画面があった時に真っ先に見るのは顔なんですよ。顔を認識した後に全体をこう見るので、まず目線誘導は顔なんです、まあ、顔というか目なんです。あの画面の中のどこにキャラクターの目があるかなと思って目を探して、で目を確認したらその目が何を見てるかとか、そういう意識に行くと、まあ、僕自身が あのロボットが出てくるアニメーションが得意なので、まあ、自分で一番うまく作れるものをやっていこうというのが最初です。それはこう、それが作品になったらエヴァになっちゃったっていう感じです。そうなんですか。ええ、面白いものを作ろうとしたら、うん、ああ、面白いものを作り続けたいです。うん、それはあの僕も作りたいですけど、僕以外の人にも作ってほしい、まあ、そういう場であってほしいと思います。あとはこの10年先にも今存在しているいろいろなこの資料とかも残していきたい。あと10年、あと20年残せるようなものになっていけばなと。それはアーカイブの方で、まあ、過去も残したいし未来にもつなげたい。そのために今の現代が一番大事じゃないかと思います。